五図天皇と須佐能村の集合神である、祇園大明神祇園信仰は、五図天皇、須佐能に対する神仏集合の信仰である。明治の神仏分離以降は、須佐能を祭人とする神道の信仰となっている。京都の八坂神社もしくは、兵庫県の広坊神社を総本社とする。五図天皇は、もともとは仏教的な恩明道の神で、一般的には、 祇本象者の守護神とされる。北旗内での記述が著名である。中国で道教の影響を受け、日本ではさらに神道の神である須佐能と集合した。これは、後頭天皇も須佐能も行役神とされていたためである。本事物は、薬師如来とされた。平安時代に成立した五霊信仰を背景に、行役神を慰め和ませることで薬病を防ごうとしたのが、 疑音信仰の原型である。その祭礼を疑音語了解と言い,い、十世紀後半に系の市民によって疑音社で行われるようになった。疑音語了解は疑音社の6月の例祭として定着し、天元3年には朝廷の宝兵を受ける祭りとなった。この祭りが後の疑音祭となる。出汁や山ぼこは行疫心を楽しませるための出し物であり、また、 行益神の役を分散させるという意味もある。中世までには、祇園信仰が全国に広まり、五図天皇を祀る祇園者あるいは五図天皇者が作られ、祭り列としてご霊会が行われるようになった。明治の神仏分離例で、神社での仏式の行事が禁止され、また、祭神の名や社名に、五図天皇、祇園のような仏教語を使用することが禁止されたことから、祇園社。 五図天皇社はスサノを祀る神社となり、社名を改称した。総本社である京都の祇園社は、鎮座地の地名から、八坂神社とされた。その他の神社では、京都に習った八坂神社のほか、祭人の名前から、スサノの神社、スサノ神社、かつての社名から、祇園神社、また地名を冠したものや五図天皇を祀る、以前の旧社名などに改称した。五図天皇、 須佐能に対する信仰のうち、津島神社を中心に、東海地方に広まった信仰を、津島信仰と呼ぶ。同じ須佐能に対する信仰には、氷川神社を中心に、関東地方に分布する、氷川信仰もあるが、五図天皇信仰ではなく、祇園信仰とは、根本が異なっている。京都祇園の八坂神社と本社とする場合は、八坂神社、八坂神社、祇園神社、 漢神社と称し、張間の広坊神社を本社とする場合は、広峰神社、菅野尾神社と称し、出雲の須佐神社を本社とする場合は、薬毛神社と称し、出雲の須賀神社を本社とする場合は、須賀神社と称し、愛知の津島神社を本社とする場合は、津島神社、天皇神社と称する傾向にある。ただし、例外も多く、強く体系化されているわけではない。津島神社は、 津島信仰として、祇園信仰の中でも、独自の位置づけにある。このほか、氷川神社や熊野神社も、須佐の王祭神とするが、祇園信仰との関連は、非常に薄く、出雲の須佐神社も祇園信仰との関わりは薄い。神社の一覧は、各項目を参照。ありがとうございます。